都会のワイン産地の歴史的文化的景観はハンガリーの世界遺産の一つである。都会地方は今日のハンガリー北東部に位置する歴史的なワイン産地で28の有名な村と7000ヘクタールのブドウ畑からなる。ブドウ畑のうち現在も栽培が行われているのはおよそ5000ヘクタールである。都会のワイン地方はブドウ畑の文化的景観が ユネスコの世界遺産に登録されている珍しい例の一つではあるが、世界遺産に登録されるはるか以前より、寄付ワインの名産地としてその名を知られていた。都会ワインの産地が独特なのは、以下のような特色によるものである。都会地方で最初にワインが作られたのが何時のことなのかは明らかになっていない。現存する資料からは、12世紀には、 都会にブドウ畑が作られていたことが分かっているので、この地でワイン生産が始まったのはそれより前であることは明らかだが、具体的な時期の推定は論者によってまちまちである。ただ、多くの専門家たちは都会でのブドウ栽培がケルト人たちの時代には始まっていたと主張している。イデベニでは石化したブドウの葉が出土しているが、これは3世紀後半に遡り、 古代ローマ時代のドウ栽培を後付けている。スラブ人たちがこの地方にやってきたのは5世紀後半か6世紀初めである。都会の語源は一説にはスラブ語のストーカー地ではないかともされている。都会はボドログ川とティサ川という二つの川の合流点にあるからである。スロバキア人たちはスラブ人たちがこの地方でのドウ栽培を引き継いだと主張している。 都会の別の語源としては、アルメニア語で、ブドウを意味する語から来たとする説もある。マジャール人たちが移り住んできたのは旧世紀末のことで、ある。ここから、ブドウ栽培は、東から、おそらくカバル族によってもたらされたとする説も出てくる。マジャール人自身は、独自のワイン製造の伝統を持っていたようである。ハンガリー王ベーラ3世とベーラ4世のそれぞれの、 地政下でラテン系民族が都会に招かれて入植した。このラテン系民族はおそらくフランス北部からのワロン人とされるがイタリア人とする研究者もいる。また12世紀までにスラブ系民族もブドウ栽培に関わっていたとする記録もあるが、いずれにしても都会が一大ワイン生産地域として発展するのは16世紀以降のことである。17世紀からは 都会ワインはこの地方になくてはならない商品になり、その輸出は当時都会が属していたトランシルバニア地方の歴代領主にとっての多大な収入源となっていた。ただし、時代につれて有名になっていった都会ワインの収入はハプスブルク家の支配から独立するための資金源にも結びついていくこととなる。都会ワインの評判は 1703年に、時のトランシルバニア領主ラーコーチフェレンツ2世が、フランス王ルイ14世に大量に寄贈したことで、さらに高まった。以降、ベルサイユ宮殿では、都会ワインが出され、ルイ14世は、その高貴な味わいに喜び、王者のワインにして、ワインの王者と称えた。18世紀には都会は、その繁栄の極みにあった。ポーランドとロシアは、 都会ワインの重要な輸出先であり、特にロシアにおける都会ワインの重要さゆえに、ロシアの歴代皇帝たちは、宮廷でのワインを確保しようと都会を事実上の植民地としていた。1795年のポーランド分割とそれに伴う関税負荷は、都会ワインの輸出に深刻な打撃を与え、地域経済の急速な下落に結びついた。しかし、これは、 都会の三大危機の講師に過ぎなかった。第二の危機は1885年のブドウネアブラムシの大発生で数年にわたりブドウ畑のかなりの部分が台無しにされた。第三の危機はトリアノン条約によって当時のハンガリーが領土の3分の2を失ったことであり、これによって国内市場の大半へのアクセスが立たれた。都会地方自体そのうち120ヘクタールが 新たに生まれたチェコスロバキアに活上されてしまった。現在は、スロバキア領になっているその地域は、スロバキアの一大ワイン産地の一部となっている。共産主義政権下のハンガリーでは、都会ワインの質も名声も低下傾向にあった。しかし、ハンガリーの民主化が実現した1990年以降、都会地方に莫大な投資が行われ、都会ルネサンスと称される状況を作り出した。 現在、都会地方には600カ所ほどのワイン醸造所があるが、そのうち50カ所はあらゆる種類のワインを生産している。2004年6月にハンガリー政府とスロバキア政府の間で、スロバキア領内における都会の名称使用についての合意が成立した。この合意に従い、スロバキア領内の定められた地域で作られたワインには、都会の名称を用いて良いことになった。 しかし、スロバキア領内では1990年以降のハンガリーのワイン関連法に記載された同一基準を導入するための法的拘束力のある約束を遵守していない。誰がそうした法的枠組みを調査し強制するのかということもまだ決まっていない。その論争は都会ワインのブランドをめぐるハンガリーと5つの国の国際訴訟へとスロバキアを巻き込むことになった。 都会におけるティサ川とボドログ川日本語名には以下のような表記の揺れがある。2005年2月20日には TBS 系の機構ドキュメンタリー番組ザ世界遺産第435回放送分にて都会地方のワイン産地の文化的景観のサブタイトルで特集放送された。登録対象になっているのは都会のワイン産地と関連する6カ所の貯蔵設備群である。 この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。EN、Origins of Hungarian Wine Making も、参照のこと。世界遺産年報2016講談社、2015年、世界遺産大事件、ゲマイナビ出版、2016年、なるほど地図帳、世界2016秋文社、2016年。 都会地方のワイン産地の文化的景観 TBS ザ文会産第435回2005年2月20日放送ありがとうございます